どうもこんにちは、青さんの休日の青さんです。明日から友人と一緒に静岡県の磐田市にある竜葉海洋公園にキャンプをしに出かけます。本当は車で合流したかったんですけど、お互いマイカーを持っていない状態なので、私がレンタカーをして車で駅まで迎えに行き、友人は電車やバスを使って浜松まで来てくれます。デイキャンプなら行けるとは思いますが、今はまだお互いにバイクや自転車で運べるようなギアばかりではないので、このような形を取りました。これが新しい旅の提案です。そしてこの方法であれば、片方がしっかりとしたギアを用意できれば、友人と一緒にキャンプを楽しむことができます。そして最近キャンプを始めたばかりの友人なので、私が持っているギアに興味があるようです。購入前に知人が持っているギアを見せてもらうこともできますので、これからキャンプを始められる方はこの方法を使えば、購入する前に欲しいギアをお試しすることもできると思います。友人はタープ、スキレット、ガスバーナー、寝袋などを持ってきてくれます。スキレットやガスバーナーはいらないと言ったんですけど、シーズニングでもしたいんでしょうか。今日は実際に私がキャンプに持っていくギアをAmazon Basic にパッキングしていく動画をお届けいたします。ぜひ最後までご視聴ください。それでは Amazon Basic に入っているギアをまずは全て外に出してみたいと思います。それでは全て中身を出しましたので、今からパッキングしていきたいと思います。まず持っていくもの、かなり数があるのでざっくり紹介していきます。こちら IKEA で買ったテーブルですね。友人が一番興味を持ってくれている、ピコグリルの偽物みたいな、偽グリル、以前動画で紹介した商品です。こちらを次回は使いたいと思います。ポンコタンの椅子、アウトドアチェアです。今回友人に貸す、以前私が使っていたデザートフォックスのアウトドアチェアですね。 IKEA で買った鍋敷きと、あとは風よけ、ガスバーナーの風よけです。前側に収納します。あとはハンマー、そして重たい長いペグ、こちらを今回風が強いと思うので持っていきます。ランタンハンガーです。キャプテンスタックの、アルミのテーブル、キャンパーならみんなが持っているアイテムですよね。でこちら友人に貸す、エアマット、あとはこちらインナーシュラフと呼ばれるものです。多分これだけで寝るんじゃないかなと思います。グラウンドシート L サイズだったと思います。あとは100均で買ったランプシェードと、こちらが蚊取り線香、赤いやつ欲しいんですけど今回持ってないので、とりあえずこれ持ってきます。家では使えないのでキャンプだけで使える嗜好品だと私は思ってます。はい、こちらトランギアの、中にランタンのオイルが入ってます。一応友人がガスバーナー持ってくるんですけど、予備として持っていこうと思います。で、あとはバーナーとスライドガストーチ、これも持っていきます。と、あとはこれが、モーラナイフ、ヘビーデューティーのステンレスタイプを私は使っております。と、あとはまだ一回も使ってないオルファワークスの、ノコギリ、刃を変えることもできるという優れものらしいので私は購入してみました。で、毎回テントの中で焚いているモクレンの香りのお香です。これも持っていきます。で、サーマレストの枕です。なんかこういう風に収納して時間が経つとふかふかになるんですけど、これをいつも枕として持って行ってます。これかなり気持ちいいです。超おすすめアイテムです。結構畳めばコンパクトにもなります。
そこそこ値段はしますが、まあ消耗品っていうわけでもなさそうなので、長く使っていけるギアかなと個人的には思ってます。そしてこれが初登場、サーマレストのなんだこれ、 Z ライトっていうマット買いました。こいつここにかけれるんですよ。かけるっていうかゴムの下に通すことができるので、ちょっと見た目かっこ悪いですけど、一応こういう形と、あとはこの前側のところにネイチャーハイクのコット取り付けます。そして私の動画でチラチラ映っていたクレイモアのランタン L サイズ、これも持っていきます。ちゃんと見せた、お見せしたことがないので、今出すとこんな感じです。結構大きいランタンです。手と比べるとこれくらいの大きさですね。これ結構つけると明るいんですよ。一回ちょっとつけてみますね。こんな感じです。白飛びするくらいのまで明るくはなります。これを色を3色、これが青色、これ赤色、暖色系でミックスっていう感じで使います。これは相当重宝します。 M サイズでも良かったかなとは思いますが、買って良かったギアの一つに入りますね。で、後ろをこういうバーがついてるので、まあ、ここにこういうものをつければ引っ掛けることもできますし、このバーを使ってこう立てかけることも可能です。こういう風な感じで、あとはロゴスのトイレットペーパーホルダーと、あとはこういう安いやつ、ランタン、これも持ってきます。これが一応クッカーっていうか、なんかキッチン周りの商品がいっぱい入ってます。スノーピークのまな板 M セット、メスティン、一応燻製ができるセットを中に入れていきます。あとはロゴスのホットサンドメーカー、メープルとロゴスっていうロゴが焼き上がりに入ります。あとは洗い物をするための洗剤とか、クッカーセット、以前買ったコーヒーを作るときに必要なヤーで、アルミホイルに、まあこれはどっちでもいいですけど、とコースターとゴミ袋、あとはイケアのバリミカーカっていう名前だったかな。一応これ朝の袋、まあ、野菜を入れたり薪を入れたりするものです。で、あとはお箸とかスプーンとか、あ、その辺が入っているアイテムです。今回ガスバーナー友人持ってきますので、これは置いていきたいと思います。ちょっとキッチンタオルと、なぜか黒ラベルのケースに入っているスノーピークのシェラカップ、一応2つ持ってきます。あと一応最後にガイロープ、前回の動画で軽くご紹介したキプテンスタックの皮膚規模、まあ、ここ胸ポケットとかに付けれそうなやつが付いてます。で、あとはビート主製剤の、虫除けとエタノールスプレーで、汗拭きシートと夏キャンプに必需品も持ってきます。おそらく熱さまシート等も持参していくと思います。そして距離的には大丈夫だと思うんですけど、一応台風が近づいているので、今回は風に相当強いハスキーのテントを使用しようと思います。紹介動画も今回撮ろうと思っておりますので、ぜひ楽しみに待ちください。そしてピュアハンドのランタン、まあ私車で行くので引っ掛けはしないと思いますけど、一応このようにリュックに引っ掛けることもできます。もしものためにテントも、あ、テントじゃない、寝袋も持っていきます。
あとはコールマンのソフトクーラーバッグ、これを、持っていきたいと思います。あとはここにある、薪がたくさん入って、あと炭も入っているバッグがあるんですけど、これも持っていきます。リュックを背負って、あと、片手にハスキーを持って、片手に薪を持つので、あとクーラーバッグもあります。正直この状態でちょっとデイキャンプできないので、もっと軽量化していかないといけないですね。いかがだったでしょうか。もうすでにキャンパーの方であれば、この方法を使えばキャンプ未経験の方でも同行させることが可能です。キャンプ未経験の方は、知り合いの方にキャンパーがいればこの方法をご提案してみてはいかがでしょうか。レンタカーの車種って決めれるようになればいいんですけどね。一回ジムニーに乗ってみたいです。それでは明日からキャンプに出かけてきます。台風10号が近づいてきているので、地域的に大丈夫かとは思いますが、最新の注意を払い楽しんでまいります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。あおさんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。